佐藤拓也は、日本の男子バスケットボール選手である。198センチメートル、102キログラム。大阪府堺市出身。ポジションは PF。堺市立、深井中央中学校から、東住吉工業高校を経て、青山学院大学に進学。主な戦績と受賞歴、堺市立、深井中央中学校東住吉工業。 高校青山学院大学、実業団、そしてプロへ、卒業後の2006年、三菱電機に入社。同年の世界選手権では2006年バスケットボール世界選手権、日本代表に選出。JBL スーパーリーグ2006から07シーズン、準優勝、個人では、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞。2007から08シーズンには、第3位。 2008から09シーズンには JBL オールスターに選出される。しかし、その後2009年から左足首の大怪我により長期の戦線離脱。数回にわたる手術と長いリハビリ生活の末、2012年に見事復帰を果たす。2013年、千葉ジェッツに移籍。2014年、つくばロボッツに移籍するもチームが経営破綻し、 対談を余儀なくされたが、同シーズン和歌山トライアンズへ移籍。その後2015年、京都ハンナリーズに移籍後は、主力として活躍し、プレイオフへ進出する。後に首相として、チームを牽引した。2017年、横浜 B、コルセアーズに移籍。シーズン終了後に一度は、引退を決意するが、チームとヘッドコーチの熱烈なオファーにより、 2018年、新州ブレイブウォリアーズへ入団する。新州ブレイブウォリアーズ公式ツイッター、新入団選手シナの毎日新聞。ありがとうございます。